日々の暮らしに欠くことができない水ですが、今、世界中の発展途上国で水資源の確保と安定的な供給が重要な課題となっています。日本はそうした課題解決にどう貢献できるのでしょうか。水に関わる日本の科学技術を東南アジアで取材しました。フランス植民地時代からの街並みを残すハノイ市。急速な発展に伴って大きな変貌を遂げつつあります。 しかし一歩路地裏に入ると、人々の暮らしのそばで汚水が滞っています。ハノイ市の現在の下水処理率はわずかに数パーセントに過ぎず、水道水はそのまま飲むことができません。ベトナム政府は水質への規制を強めながら、上下水道の整備を目指しています。ハノイ市で水インフラ技術の見本市が開催されました。出展企業が世界中から集まる中、 日本企業のブースも目立っていますビジネスの鍵となるのは日本が世界をリードする水処理に関わる科学技術です例えば逆浸透膜と呼ばれる汚水や海水から真水を取り出す技術では日本は世界シェアの半分を保持していますこのような微細な膜構造で水を制御する技術は日本の得意分野となっていますこのほかにもセラミックフィルター、ポンプ、 省エネ技術などその信頼性の高さが日本企業の強みと言われています日本って私の環境先進国で、まあ、環境問題がかせてたくさんあってそれを克服していたそういったまあベースもあって環境産業技術という,はもう世界でも最高水準のレるルを中堅中小企業さんであっても優れた技術を持っている企業さんというのはう多いですね技術的には世界最高水準にある日本の水技術ですが 開発途上国に普及させていくには導入コストや完成後の管理・運営メンテナンスも考慮したパッケージ型の展開が重要課題になります一方で世界最先端の情報技術を用い地球規模の水の循環を解析して途上国の水資源確保に役立てる試みも行われていますここフィリピンのマニラ首都圏でも水の確保は悩みの種 滑水が続くと水の供給が足りなくなるため、計画的なダムの開発など、長期的なインフラ整備が今後の課題です。しかも、地球規模の気候変動を考えると、数十年後の降水量が今と同じとは限りません。そこで、フィリピン政府の要請を受けた JICA や東京大学教授の小池さんたちのグループは、最先端の情報科学を駆使し、マニラ首都圏における今後数十年に及ぶ気候変動、及び 周辺で降る雨の量が今後どう変化していくかそれによってどれぐらいの開発する水の量が得られるのかということを、まあ、そういう情報をご提供していると小池さんらのシミュレーションを支援しているのは同じく東京大学教授の喜連川さん。世界最先端のデータ統合解析システムを用いて マニラ周辺の気候変動を予測する解析プログラムを提供しています。その地球に関するデータをその連携させて今後解いていく必要がありまして、そういうもののプラットフォームを私どもは作っているとそんなふうにご理解いただければと思います。ディアスは世界中のさまざまなスーパーコンピュータの出力した膨大な気象予測のデータを蓄積。 そこから、実際のフィリピンの状況を的確に反映している計算モデルを選び出し、一つの結果に統合、特定地域に絞ったピンポイントな予測まで行います。小池さんはさらにこの結果をもとに、今後数十年にわたる降水量や河川の流量変化、地下水の量を導き出そうとしています。現在のところ、 まず洪水の頻度が非常に著しく増えるということが分かりました内陸側の河川ほぼすべての河川が滑水傾向を示しておりましたまあこういう気候の変化を考慮した水資源開発ということが私どもの今出せる情報としてまあ出てきたところです今後水資源は世界的に逼迫していくと言われていますその中で 水に関わる日本の科学技術が国境を越えてより重要な役割を担おうとしているのです。